プレミアムにアップグレードしていただければ、常にネット接続していなくても本を聞くことができるんです。 Spotify はいつでもどこでも本が聞ける。
片手に地下鉄に乗りながらコーヒーを飲みながらプレイリストを作ったことがありますか？画面の好きな曲の右側に表示されている3ドットアイコンをタップしてプレイリストの追加を選択、プラスアイコンをタップして新規プレイリストを作成、名前をつければ完成。
Thank you.
手に地下鉄に乗りながらコーヒーを飲みながらプレイリストを作ったことがありますか？画面の好きな曲の右側に表示されている3ドットアイコンをタップしてプレイリストに追加を選択、プラスアイコンをタップして新規プレイリストを作成、名前をつければほら完成。Yeah.
So enough.
作れます。
Thank you.
Thank you.
Thank you.